店パン履け店パン。本当だね。こっちは気になるわ。すいません。見たかねえんだよ。え？見たかねえんだよ。見せてないよ別に。じゃあ見せんなバカ野郎。見えてんの？何やってんだよ。え？見えてんの？見えてるよ。嘘でしょ。見えてるよ。見えてないでしょ。見えてないよ。お前はあれだな、毛の処理をしない方なんだな。え？何？ちょっと待って、ちょっと待って。見えてる、見えてるよ。透けて見えるよ。いい加減しろよ。ねえ、まあ、いい、その辺は口出しはしないけど、見せんな、見せんな。言わないで、言わないで。言わないで、毛の処理とかの話は、ちょっと。いや、いいよ、別に。好きにしていいけど、ただそれは見せんな。ね、見せてないって、犯罪でしょ、それ。本当に、犯罪じゃない。つまみ出されるよ。え、何？犯罪ではない。犯罪だよ。別に、いや、チラ見せは別に犯罪じゃない。それで、こうやっていい女やつ。私、チラ見せしてんの、ここ。とんでもねえ女じゃん私。とんでもねえ女よ。反応しないで。全然聞いて、もう話に入ろうともしねえよ、ね、あいつ。聞いてよ。何見てんだよ。またあれか、変なマリオか。またマリオかおめえ。いかにしろよ。マリオ見てたの？姉ちゃんに興味持って。撮ってたのも。うん、撮ってる撮ってるよ。スカートが短いって話をしてんだよ。でもペラはね、いつも気にかけてくれてるもんね。そうだ、俺がいつもガードしてんだよ。いつもこうやってやってくれてる、本当に。だからちょっと、長くしろよ。分かった。何？勝ったら長く、長いの買えるってこと？そうなの。お金がないから。お金がないから、うちにはちょっと買えないわけ。まあまあ、これに金回せないの。これに金回せないってすごい。ちょっと言葉遣いがありがたね。課金するけどね。金回せないね。わかるわかる。お金がちょっとここに使えないよって。いいよ、課金はするけど。もう聞かざる必要ない。金回せねえよな。ちょっと、あれだろ、ふさ言ってんだろ。ちょっと、ペロ、金回せ。やばい。いいよ、俺頑張るから。絶対嫌だ。俺頑張るからいいよ。言ってないよね、そんなことね。ちょっと待って、全力否定して、全力で。ただまあ、頑張りたいのは山々なんですが。そうなのよね。問題があります。問題です。1000人以上なのです。もう、微対値動く雰囲気じゃない、抽選。始まってるはずなんだけど。まだ台数は多いんで、1500台ぐらい。打てることは打てる。取れないことはないですけど、じゃあ選べるかっていうと、そうだね。でも分かんないよ、まだ。抽選が良かったらね。何が分かんないの？まだ番号だって決まってないの。いや、まあ、もちろんそうですよ。わかんないでしょ。じゃあ、何倍以内引けそうですか？100番台いけると思う。あ、じゃあ200番以内ってことですか？そう、200番以内、すごいよ、引いたら。いいよね。俺は100以内だね。100以内？100以内ってことは2桁ってこと？2桁。じゃあ、俺1桁引きますよ。これ開けますよ。ありがとうございます。さて、すごいいい音したけど、はい、なんかいい音しなかった？した。音？うん、いきますよ。見てない、はい、見てない。せーの、せ。いや、まあ、これでも頑張ってるよ。1000人以上いんだよ。ちょっと待って、12人。やべえじゃん、やべえじゃん。え、やば。吸引じゃないよね。まあまあ、吸引じゃない。吸引じゃないですね。俺じゃなかったですけど。これは今日やれますよ。やれるよ、今日は。姉ちゃんのスカートのために。やれますよ。姉ちゃん。身長です。誕生日もあるから。え？誕生日だ。そうだよ。そうなんです、私。一つまた年を取れない。おめでたい。20? 20? そっから違うんだけどな。スタートがちょっと。30? 30。イチャイでございます。おめでとうございます。おめでたい。いい年です。やっぱり姉ちゃんへのプレゼントは、真心と現生よ。そう、現生って。そうだ。いっせーのーで。はい、変なとこ行きがあって。親戚のお墓参りに行ったんですけど、まあその親戚がね、西武ライオンズが大好きで、もう本当に西武ライオンズ大好きだったから、お墓に西武ライオンズのロゴを刻んであげようって、俺の生みの親、お母さんがね、墓石にライオンズのロゴを入れたんだけど、全然ライオンズじゃないロゴだったの、それそれが墓石に刻んでから数年経ってから知るっていうね。すごいドジっ子なんですよね。
俺の海のお母さんはね、ちょっと成仏されてるかな。お願いします、おはようございます、お願いします、お願いございます。でも奇跡的に12番っていう番号を引いたんですけど、ちょっとこの辺でペロを待ちたいな。姉ちゃん、出ます。どうする、どっち打ちたい、どうする、マサムネ行くかな。え、マサムネ行こうかな。じゃあマサムネ並ぶ。うん、ね、これじゃあこれ、安易な決め方でございます。マサムネ3で行くで。やっぱりお、案の定、案の定絶対マサムネだと思ったよ。うん、じゃあまあまあ今日は2人で頑張って、いいの、今日で勝てるやつ探してくれ。待ってね。このままこれからご自宅客持ちの容疑はお断りしております。確認次第に勝てるやつ、もうこれしかないです。これね、迷うんですよ。ペダルもなぜならば、いやー、ちょ待って、一旦これも見よう、もうよく見よう。俺そんな簡単に決めていいのかっていう。確認次第回収させていただきますので、ご了承ください。打っちゃおうかな、もうちょっとペロトイレ行ってるけど我慢できないんで、ちょっと打ちます。スタート怒られてしまう、音だったら怒る。あ、普通のセリフだ。ちょっと音量を下げます。チャンス目28ゲームです。 25% でチャンスゾーンに入るけど、あ、どうでしょうか。あ、うあ、お25% 取ってました。はい、34ゲーム不動の極意、チャンスゾーン行きました。兵力がそのまま期待度につながります。おっと、いいよ、これ300以上じゃないの。300だから 30% アップしました。今 36% いいよ、今 42% あります、あります。早々にチャンス、あ、いいね、もう 50% 以上あるきたいの。今 52%、 もっともっと頑張れ。あ、やばいやばくはない。さあ、お、いいね、 68% あります。姉ちゃん、はい、もうチャンスゾーン入ったの。ごめんね、あ、ちょっとさ、待ってようと思ったんだけど、いい、出ていい、2人で始めようと思ったんだけど、いい、ちょっと先走って全然我慢できずに打っちゃった。しかもめっちゃやれてない、やれてる、めちゃめちゃやれてる。でもこれ失礼なんだけどね。え、すごいじゃん、結構外してきてるから、外してる実績あるから今日はいけるよ。いけるね、頑張ります。すごいじゃん、 68% ありますから、7割ある。あ、いいよ、腕飲んでるよ、もういきなり、あ、これは大チャンスね、さすがに。一発目から。いや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 、それはないよ、レイちゃん。やった？ちょっと待って。からの。え、からのだよ、ね。からの。え、からのだよ、からのだよ、ね。からの。不安になってきた、レイちゃん。からの。レイちゃん。680だったよね。兵力680だったよね。そんなになかったと思う。そんなになかった。そんなになかったかも。
なんかどんよりしてるな。え、なんでどんよりしてるんだろう。どんよりしてるの、なんでよ。どうして。いや、だって前回だってな、ひどい目あったじゃねえかよ。ひどい目あったっけ。いや、楽しんでたよ。楽しんでたし、俺は延長したんだよね、確か。そうだよ、そうそう、最後ね、うん、あれ、前回何言った。私、せいや言って、モンキー言った。俺、ジュオ、うん、で、ブイ、ブイ、ブイ、ピンコ出せ、すいません。楽しんでたよ。ほんと、ケージの V。 ケージの V さん。なんでもっと早く打ってなかったんだろうって言ってたよね、確か。え、そんな風に言ってたのに忘れてたの。え、完全に記憶いない。なんで。だってめっちゃ楽しんでて、熱い気持ちがあったわけでしょ。姉ちゃんもそんなニコニコしてるってことは、ここがね、マサマネですげえやられてる、今月やられてるってこと忘れたわけでしょ、半分。ねえ、いくらやられてんの、いくらやられてんの、マサマネで。40万あー、ほんとに大丈夫か、これ。わかんない、ね、だって今日姉ちゃん誕生日プレゼントって話でしょ。そう、姉ちゃん誕生日です、この今月。なんで今日買って、もうちゃんと現生でお渡しするんで。現生やらしいけど、まあ嬉しいね。ですよね、嬉しい嬉しい。なんで、まあ2人まさまに危ないだろうなっていうことで、私、弱虫ペダルを取りました。弱虫ペダル。弱虫ペダル。いやいや、弱虫ペダルは弱虫ペダル。なんで、なんで。いや、あの、悪くなかったよ、そんなに抽選が。悪くなかったよ。日本記録持ってるんで、俺。あの、上乗せの。あ、うわ、あ、そうなの。そうですよ。そうなんだ。あ、そんなことあったの。見たことあるかもしれない。はい、すげえ出せましたよ。まあ、それもごめんなさい、俺も覚えてねえけど、何ゲームか覚えてねえけど、すげえ出せたんですよ。もう一生特化ゾーンが終わらなくて。じゃあ、え、何回打ったことあるの。2回ぐらいだよね。だそれ以降打ってないんですよ。いい記憶が残ったまま。そうなんだ。俺にとってすげえいい台なんですよ。記録持ってるだもんね。そうそうそう。ジョー。え、じゃあ安心だね。確かに安心してますね。だから俺じゃないですよ、問題は。この2人なんですよ。特に姉ちゃんなんですよ。俺はまだ大丈夫だよ。まだそんなに負けてないけど、姉ちゃんに関してはちょっとスロットのちょっとね以上に、これダメな男に引っかかったら絶対やばいよ。うん、結構だから、これ断ち切ろ。悪いな、俺。断ち切る。断ち切ろ。ここでね。うん、断ち切ろ。ねえ、うん、断ち切ろ。何それ。広げてごらん。まあ、プレゼントの一つだ。プレゼント。あ、誰のこれ。懐かしささえあるんだ、これ。懐かしささえあるよね。大好きなやつ。どっから盗んできたんだよ、これ。しかもなんかさ、ボロボロじゃない。はい、吐き古した。吐いたやつ、誰かが。そう、おじさんが吐いて、もういらないやつもらってきたから。待ってさ、待ってさ、なんか待ってさ、本当にね。やめて、やめて、おじさん、いや、洗ってはある。ただ、おじさんは何回か吐いてたみたい。俺じゃないよ、俺じゃないよ。知り合いのおじさん、知り合いのおじさんはなんか、いいから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 、ちょ、ちょ、ちょ、試しにだよ。何。汗拭いてごらん、軽く、軽く汗拭いてごらん、額に汗拭いてごらん。うわ、すげー、まさみで、うわ、すっげー、これ熱い、これ通さないとまずい。汗拭いて、ああ、そうそうそう、気持ち押し付けた。そうそうそう、ごめん、ごめん、乗せられて。嫌だ。こんなん出されたらやっぱりやってしまいますわ。嫌な姉ちゃんがブリーフで汗拭く人だったら嫌だよ、俺の姉ちゃんが。今、何、これマスクしてっかいですよ。マスクの中、ジュルジュルする。よだれみたいな。嘘でしょ。マスク買ってよかった。それでもほら、勝てればいいじゃないですか。そう、勝てればいいのよ。勝てればいいよ。今日はちょっと姉ちゃんはね、どうにか勝たせて。そうですね。日本も心配だけどね、ちょっと弱虫ペダル。弱虫ペダル。いや、だってさ、待て待て、俺のことはなんつったっていいよ。弱虫ペダルのことは言うなよ、お前。あんま打ってるの見たことないから。大丈夫、確かに。ちょっと不安はあるよ。打ちながらゆっくりゲーム性を思い出します。頑張ろう。出会った時の電撃に俺は感電してた。ずっと探してた女神にやっと出会った。弱虫ペダル。何年ぶりかな。うわ、行こう。
どういうゲーム性かも俺覚えてないですけど、確かヘブンツアーですね。ヘブンツアーでえらい乗せたんですよね。800だか900を乗せしたっていう記憶があって、でいい思いでのまま封印しようと思ってそれ以降1回持ったんですけどあの今5号機です。で、増加枚数がだいぶ抑えられてんだよね。面白いは面白いんだけど、なんでじゃあその800から900乗せたからじゃあそのすげえ出るかっていうとそうではないかったような記憶が。こういう時はね、まあついてるでしょう天井は。だけど天井のゲーム数を確認したら負けだから、負けますよ。そこには耐えられないから。ボーナスからはだいたい130、40、50分の1。ボーナス、いやまあでもまあ実際のこれはね、あの疑似ボーナスではないんで、天井で出てくるのは ART、 天井 ART でしょ。でそんなに尖った出玉性能でもないし、その出玉仕様でもないし、立てて加えて天井が惜しいなんていう話も聞いたことがないんで、ボーナス感、ボーナス、ボーナス感、いや、あれ、追加一発って俺右フリーでやっちゃったんですよ。ここはしかないとこかな。青ピン、いやあるな。ってことはこれチャンス目だ。チャンス目でプッシュ出ました。おい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 、さあレベルアップ、もう一個ナルトバーサス田所、緑で発展、そろそろ当たり頃ではあるけれど、さあリプレイが、あ、来た来た来た、よっしゃー、さあ投資7000円、さあボーナスをおそらく来ました。え、何のボーナスが出てくるか、それで払う、あ、店に払い場所があった。天井をこれ推測するまでもなかったですね。さあ青青黄色、壁は突破するしかない、勝負チャンス、勝負チャンス、最終措置か、完全措置、最終措置でしょうか、圧縮チャレンジ、最後ジャッジまで6ゲーム、チャンスアップ何も出ていないはずです。
さん一発目のボーナス。ダメ。なるほど。おお、1ゲーム目、1ゲーム目ボーナス収録、1ゲーム目チャンス目。わわ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 わ、今レインボーだったよな、今レインボーだったよな。なんかあんのかな得点、まあ、ボーナス当たってるでしょ。これボーナスだけってことはねえだろう。スピードマンナルトの最速ショートキリア、どうなんだろう。終わって1ゲーム目にチャンス目にいてボーナス引っ張っていった。 ART 当たってたのにと思うけどな、ないのかな。これ平和オリンピアか。まだか。見ない。じゃあさあ、勝負勝負チャンス、勝負チャンス、勝負チャンス。もう一回じゃあ合宿行ってみようか。あれ一番下だね。ロードレース、ちょっと待って、これ大丈夫か。あれ一緒じゃん、さっきと。まるっきりしゃあねえ、さっき外したときと。なんで外すのかい、外すのかい。うわ、抽選状態の工程とかないのかな。この人の方がいつまでもな。おー、なんだ、仕事だ。あんた、クランク。
見たまた。そんな選択肢はねえ。ここでスイカを受けました。戦ってきたってことだ。負けたことなのかやて。それがつながる勇気か。戦ってきたってことに。それがほんまにあんたの言う通りなんやったら。手前だよね。手前勝てばいいんだよ、ね、今今までめっちゃ戦ってきましたわ。いやなんかいいなこいつ。ここな、こいつ。そうだ思い出した。いやこれなんか、あ、またなんかいた、またなんかいた、またなんかいた。命だけの勝負やろか。いた。じゃあこれラストジャッジ。お、またなんかいいじゃん。さあまた追加引いて。おい。おお、しょ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 。違うな、手前じゃないな。あれ？あ、手前も仲間だったんですか。違うのかな。だってサイドに入ってたのかな。そう、まあ、とりあえずさあ勝ちました。で、始まるのがふぅ、どうなんですか。そこまで引っ張るわけないもん。引っ張りやるのは僕の力を見せるんだ。ソードライド抽選中で、さあ、ソードライド、あ、1個、さっきのやつ1個ストップしたと。なんか結構やりたい放題じゃない。いや、まだ179枚ですけど、まだね。よし、待って、もう、いろんなことが同時に起こって、もうさっぱり分かんないんだけど、いろんなものちょっと待って、まあ、で、ここからスタートで、さっきの成功したから、まずは突破ゾーンになってこっちは上の方がいい。あー、通常の安静最終ゲーム、まあ悪くない。で、乗せて次のこれがまたあるわけだ。ダメでした。あー、残りゲーム。さあ、これ終わっちまいそうだけど、ただそう、気持ちが強い記憶があるぞ。諦めない心と。3ゲームでベルからチャンス役を引けばいいっていう。引けばいいね。引くとチャンスって。リプレイダメ。俺は負けない。いやー、違う違う違う。さあ、ラスト。俺は負けない。あーだ。いやー284枚。まあ入れた分返ってきたような感じですね。なんちゃか思い出した。最近はずーっとマサルネ3とかで、ハイハイしてるの。ハイハイ、お、ハイハイって何。大負け。ハイハイ、あ、ハイハイね、うん、ハイハイって聞こえる。ハイハイ、え、赤ちゃんプレイ中ですかと思って。赤ちゃんプレイじゃないよ。ハイハイしてるのリュウダ、リュウダはやったじゃん。え、やった。めっちゃ熱いじゃん。でもね、1個だとね、あ、
あ、ごめん一個だとなんかね、うん、結構負けるんだよね。ああ。二つ欲しいな。欲張り。超熱いよね。そう。そうなんだよね、本当に正宗、うん、結構正宗しか打ってないぐらい、うん、で身体にもちょっと、うん、あ、興奮です。おいつもね、結構身体とか積極的に打つんだけど、うん、もう正宗しか打ってない、うん、相当好きだね。でも相当好き。わかるわかる、いいよね。わかる俺も今んとこ今現行機一番好きだもん。わかる、一緒、うん、なんかこんなに好きになれて幸せだ、うん、そうだね。でも俺はまだすごい相性いいから好きでものも多分あるけど、ね、そんだけ負けてて好きなの相当すごいね。相当だよ。ダイトさん大喜びじゃん。え、喜んでくれるかな。嬉しいでしょ、こんな打ってくれたら。すごい。でもお金は仕事でますっていうのめっちゃ見ついてるよね。相当見ついてる。相当見ついてるよ相当見ついてても、うん、会いたいって言われたら会いちゃうタイプだよね、うん、だし結構ね、会いたくなっちゃうタイプなんだよね。忘れる。あ、おとんが言ってたけど多分忘れるんだよ。もう心配だよ、これからが。ねえねえ、ペロ当たらないっぽい、これ。え、サスケさん強いんだもん。17はさ、その興奮で、興奮で、興奮に使われて、あとはもう、はい、あ、あるかも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 、はい、あ、おった、すごいじゃん、やったやった早いよ、姉ちゃん。早い、3本、すごい、139ゲームです。これでもう入れちゃえば、入れちゃえば今日勝てるかもしれない。え、やっと、やっと今日はもうやっと勝てるかも。いや、行くね、頑張る。大チャンスだよ、姉ちゃん。チャンスが早めに来たの。来た。さあ、あ、セリフが普通ね。いやー、いやー、ねえ、ねえ、ここで死んじゃう。もう、そこ駅入ったら最高に楽しいよ。最高だよ最高の展開だよ、これ最高だよ。初めだし、レッドしとこう。オッケー、お願いします。とりあえずここよ。あ、これこれこれ、オッケーオッケー。まあ、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 いける、まあ、まあ、まあ、60% なら。いける、いける。いいよ、いいよ、いいよ。あ、ね、サスケが来ない。一心報えるまで私は打つよ。うん、すごい、すごい。ここ、あ、これ超え、え、あ、あれ、あ、これはでも、これいけると思うよ。さすがに。お、お、いけた。これはでも、これいけるよね。あ、ほら、赤いっす。これはいけました。これはいけました。あ、よし、来てる、来てる。来てる、来てるよ。来てるよ、本当に。来てるよ。だって 60% ですから。はい、はい、はい。ここはいけましたと。よし、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 よし。ここ次だな、これ次のレバーだな。よし。いける。よし、よし。さあ、皆さん、2戦目でございます。マタベがピュッていった時点で私はもう勝利を確信するけどね。いや、それでいいでしょう。いいよね、うん、いきます。よし、ここ越えて、こ、あ、おー、あ、越えたよ。あ、ある、ある、ある。姉ちゃん、ちょっと待って、外さないよね、外さないよね。いや、もうこれ入ったよ。大丈夫、入ってるよ。え、怖いんだけど、なんかもう何も信じられないんだけど。これは大丈夫だよ。大丈夫だよね。大丈夫だよ。ブヌヌヌヌ言ってますよ、女の子。これ大丈夫、大丈夫でしょ。大丈夫、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 大丈夫。でもチャンスアップは欲しい。よしよしよし、あ、これはいける。まあまあまあ、これはこれはもう赤、赤、赤。まあ、待って、大丈夫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 だね。もらった、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 もらった。こんなに早く3000円で、すごい、いや
とほら今日はやれる気だよ。今日やれるかもしれん。報われる気、報われないか、報われる気だよ。そうだ、あなたに出会うためにやってます私これを。やりました、決戦に入りましたと。あとは伸ばすだけ。あとは伸ばすだけ、本当にそこもちょっと苦手なんで。伸ばそう、伸ばそう。1000枚超えよう。1000枚はもう絶対の目標だからね。1000枚の壁を超えましょう。さあ、2つ、また保証分がね、多分保証っていうのが出てくるから。いや、あ、でも50パーここ取ったからいいよ。お、お、お、え、え、今初めて見た。初めて見た、かわいい。マジ？お、かわいい。いやー、いや、いいな、速攻エッジ。ねえ、最高じゃん。やっぱりないな。あ、あ、赤いよ。あ、初めて見た、赤。え、赤外さんでしょ、これ。え、ねえ、いきなり、あれ、いきなり56、いきなり56来た。すごすぎない？どうしたの、これ。じゃあ、え、わかんない。頑張ってきてよかったね。お金使ってきてよかったね。とて も40万負けた人には思えないよ。そうだよね、嘘みたいだよ。嘘みたいだよ。まあ、やっぱりお金使ったこと忘れそうだ。だからそれは忘れちゃダメ。それダメ。それは違う。それは違うから。それは違う。うん、さあ、パラ小十郎スケラッチ、うん、10ゲームですね。はい。2.7 分の1かな。もう引き続ければいい。よし。おいしょ。これ気持ちいい。うわ、いいな。これ気持ちいい。これ最高です。いいよな。めちゃめちゃ久々に引いた。うわ。1回目ね。これは楽しいな。これは楽しいぞ。さあ、1回目のボーナスが終わりまして、残り9ゲーム。あ、ダメ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 。大丈夫大丈夫。あ、そう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 、いいね、いいね、いいね、気持ちいい、気持ちさそう。わあ、さあ、当たるゲームです。ゲームあと3回欲しいな。いきます。あ、わあ、うまい。よーい、いいね、うまい、うまい、いいね。ありがとう、そんな褒めてもらえて嬉しい。いいじゃん。なんかね、来店とかでね、うん、こう打つわけでも、まためっちゃ負けてるからさ、周りのみんながさ、うん、なんか大丈夫みたいな。いや、それ心配になるっしょ。気を使わせちゃうわけ。ごめんねって思いながら、でも今日も行くよみたいな感じで言ってんだけど。心配になるよね、負け続けると。もうみんなにも心配をかけないために。そうだね、なんか勝ちを作んなきゃいけないわけで。でも今日もし、うん、すごいいい感じにすごい勝ったら、うんうんうん、またしばらく打つ。打っちゃう。だって40万負けても打ってんだもん、ね。もう打つよね、勝ったら絶対。そうだね。あと2回は欲しいよ。まだ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 。あと3ゲーム。あ、やだ。もうちょっと、もうちょっと。やだ、もう一回。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。ラスト、ラストかな、これ。あ、ちょっと足りない、ちょっと足りないです。まあ、まあ、あと2回か。緑直して。あ、お、スイカを引いたけど、ダメ。あ、33%。 あ、赤、これは大丈夫。で、まあ、あと1回、うん、勝てば7戦目に行くので、炎上戦、赤7取れる
チャンスが。そうだね。そう、次は赤7です。赤7食ってそっからバクレンだね。そう、バクレン、カナダンス、カナダンス見てない、ダンスも見せてくれないもうさあ、あ、ベルを引けば OK、 これはいけるね、まだまだ。バンバンじゃん。あ、来ました、1ゲームです。早ー、今日はやれるかもしれないぞ。いや、やれるよついにこの日が来たかもしれない。見ついてやっと振り向いてもらえた、ね、やっとちょっと雨をくれたかもしれない。本当にそういうのはスロットだけにしてねでも心当たり結構あるけど実際本当にね、心配、うん、男に見ついてやっぱ、うん、そういうさ、ダメな人、うん、いわゆる世間でダメな人でもさ、うん、絶対いいところがあるよ。ダメなんだってあのいいところがない人は本当に私は世の中にないと思ってて。いやいやいや、ダメ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 だね。ダメ、気持ちはわかるからさ、姉ちゃんわかるでしょ。わかるよ、気持ちは。さあ、延長戦です。赤7、50%で赤7か。あ、ないわ。あ、ベル引かないと終わっちまう。え、赤7ないの。なかった、マジか、うん、まあ、50%ぐらいで来るんだけど、まあ、次の延長戦まで私はもう終わらせません。次の延長戦まで終わんないっしょ。終わんない終わんない、うん、今日はマジでいけると思うよ、うん、これ全部取れば3つもらえるから、うんうんうん、あ、頼むぞ、うん、揃ってもいい。あ、一番怖い。おお、ベル引きたかったけど、まあ続くことが大事。あ、50%で追撃が来ます。取ってください。よし、来ました、追撃。よし、青です。 60% だ。こっちの世界においで待ってるよ。待ってる。楽しい。さあ、どうかな。あー、なんか終わっちまいそうだ。まだ、あー、終わっちまった。110枚、 60% でした。まあ続けばいい。落ちなきゃ。そう、いいんだよ。500枚も出てくれて、おー、ありがとう。なんかもう嬉しい。十分じゃないけど、三日月目で3つだけど 33% きついね。これ三日月、俺苦手。私三日月目で 33% 来たら終わりだと思ってでも取ったら、ね、熱いよ。取ったら熱いよね。あ、これ来たんじゃない。あ、来た。あ、しかも熱い。うまい。これいけたんじゃないか。うわ、いけた。やった。今日は私違います。違う、今日は私が、え、これ何。うわ、え、待って、これじゃない。ね、待って。え、このチャンス目かもしれん。あ、そっち違う、忘れん。どっちだ。三日月目で取ってたら3つ出てくるんだけど、1個だったら長期のチャンス目だね。どっちだろう。でも、うまい。いや、でももう続いてるから。そうだよ。私十分ですよ。3つうまい。3つ出てきてくれたら嬉しいな。三日月目取れてる。取れてる。え、3つじゃん。おー、うまい。嬉しいよ。すごい。嬉しいよ、取れてたよ。一発で 33% 取ったって。めっちゃすごいんだけど。ね。あ、いいかな。あー、いや、すごい。いいよ。頑張ってる。めっちゃ熱地じゃん。熱地です、私。やってますね。で、
挑戦。あー、赤くない。あー、赤くなくない。マジかー、惜しいなー。しかもなんか地味にちょっと厳しいっていう、ね、33%。 うわ、マジだ。そう、延長戦で終わる。マジかよー。やばいやばい、もうこれ5件。これはまずいよ。まずい。よし、ちょっととりあえず出る。あ、もう一発引いてきた。よし、よく 33% 取りました。今日は強いから。今日はいける、うん、よし。いい音だな。お、ここも追撃を取って、うん、お、叩けた。青です。普通しさ2。お、これは大丈夫です。え、すごい。怖さが、ま、めちゃのせるやん。ねえ、いいね。200枚いった。すごい、すごい。でかでかい。あ、変わる。ん、60%。すごい。以上あるかな、もしかして。60%でした。いや、すごい、でもね、いいね、230枚。頑張りました。イエス。あー、1個だ。ベル、まあベルだったら何とか引いてね。綱渡り状態だよね。こんなところに引けても 33% だからな。あー、やだ、やだ。どんな手使ってもいい。どんな手、どんな手使ってもいいから。こんなにここで行ったら、でもなんかやってる人みたいになるけど。何もやってないから、ね、どんな手使ってもいい。どんな手で使いたい。ベルを呼ぶんだ。どうにかしてベルを持ってこい。来たか、ベル来たか。来てー。ないです。終わってない。いや、これむずいよ。6択は6択当てよう、当てよう。うわー、どういくかな。これ見てもあれなんですよね。まあそうだね。1、2、3はさっきあったわ。真ん中、左、右にします。どう思う、どう思う。いや、もう俺は姉ちゃんを引きするしかないよ。じゃあ真ん中、左、右で行きます。 OK。 え、この時点でちょっと怪しくないか。この時点で怪しくない。なんかあれ、この時点でちょっと、あ、でも分かんない。あ
1、2分逆押しです。全然違う。いやー終わった待った終わったか。あでも目標の1000枚は超えました。いやあからな取らずによくここまで粘ったよね。そうだよね、粘った。そうだよ。まあまあ投資も少ないんで。そうだよ。これでなんとかもう一発入れて。そうだよ、もう一発入れればいいだけ。わっそいわっそい頑張れ。わっそい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 やっていこうと思います。いやでもよく頑張った、ありがとう。ありがとう。これもすごい楽しかったよ。多分プロの応援でねすごい気合入って。いや俺も楽しかったよ。楽しかった。うん、ありがとう。すごいハラハラしたし興奮したよ。ね、ごえなんてえそんなごめん何やってるの？じゃあ分かんない、なんか変な声に興奮ね、うん、はい、ごめんなさい。ごっくんって言ったの？なんかごっくんって聞こえたの？ごっくんどうしたの？ごっくんしてないよ、俺分かんない、ちょっと興奮して間違えた、多分こっちが興奮してね。これで、ね、マタメが酔っ払ってくれたら。あ、そうだね、熱そうけどね。サイゾーだったらいいね。あ、いいよいいよ。サイゾーだった。当たりじゃないか。あるかな。ありそう、ありそう。えい。あ、いいの。もし当たりだったら普通のレアヤフとかで。めっちゃチェリー出るけど。パーセンテージが上がる風船があったら。炭酸ってなかったよ、多分。どうだ。あ、ビリビリない。ビリビリがない。おー、おいけたー。よかった。とりあえず工場線までは行った、やっと行ったね。お待たせしました。投資がね、ちょうど20本だわ。結構入れたかな。まだいけるよ。いや決めたい。決めよう。あ、デフォルト、ね、撤退した。お、姉ちゃんも今、うん、マタベはね、どっかに行っちゃった。おー、一撃で行くね。一撃で行こう。ホームランゲー、あー、あるよ。でもさっき姉ちゃん 60% だったね。そう、60% で行った。あ、敵襲。これなんかチャンスっぽいけど。あ、ホームランしてる。姉ちゃんも熱いじゃん。ああ、はいはいはい。あ、いい、いい、当たりそう。当たりそう。これは当たるんじゃないですか。これは一緒に工場戦、一緒に工場戦やりたいね。はい。おお、早い。124ゲームです。もちろん持ちメダルでやりました。うん、ね、一緒にやろう。一緒にだね。これ二人で入ったらでかいぞ。いや、ね、そしたら最高だよ。はい、デフォルトのセリフです。はいはい。じゃあ私も一撃でいこう。うん、 60% ね。60だった。さあいけ。60。一緒です。おそろい。一緒だ。いこう。はい、まあ、せめてどっちかは入れたい。そうだよ、どっちも入るのが一番だ。おお、マタベーが、お、マタベーがやる気をなくしてます。劇場まで最短でかける。お、俺もマタベーが。お、マタベーして。で、さあ、来た、行っていい、先に。じゃあ、いいよ。あ、ベルで大撃破。え、あ、本当だ。あれ、マタベー来た。お、熱いんじゃない。じゃあ、いや、あれ否定だよね。なぜ貴様は真田軍だ。変わる。怖い。大丈夫か。あら、あら、いや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 、熱いでしょうか。熱いはずだよ。チャンスアップ出ないぞ。あー、すげえ。やっぱり大丈夫なんだね。大丈夫なんだね。よしよしよし、熱いんだね。はい、よしよし。2戦目私は行けますよ。よし、まだ50枚になるけど。え、俺なんかミスった。おおおお、すげえ。なにこれ、なにこれ、なんか、なんで、なんで
で強チェリー引いたんだよ、強チェリー引いてる。あ、これで引いたの、すげえ、初めて、すごすげえ、初めてここで強チェリー引いた、引いた、引いた、やったー、これで2人とも一戦目はいけたね。よし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 やったー、よしよしよし、やった、行けましょう。最初マタベだったんだっけ。そう、最初マタベだった。行けましょう、せーの、おい、おお、抽選はしてくれたの。あー怖いね、入れたいね、ここ入れたい。さあ、俺何も引いてない。パパのチャンスアップだよね、大事なのは。うわー、あ、ちょっとチャンスアップある。俺はないよ、俺ダメだ。分からん、分からん。ちょっと、あー、俺終わった、俺終わった、終わった、俺終わった。頼む、いけるでしょ。あー、マジ、結構チャンスあったのに。俺全然なかった。あー、最低、最低。ありがとう。おお、マジか。現状の条件4つあるってこと。 MC に関しては500円以上ハマるとボーナス成立で ART かもしれない。だからボーナス満たしで ART かもしれない。で、777がハマるとその時点で ART かもしれない。連続するは9連続が最大で10回目のボーナスは完全 ART と。おお、高設定の2セットに6回以上移動する可能性がある。あれ、そうですか。ということはもうちょっといけばボーナスを引いたし、だからここでボーナスいくのは、うわ、いや、余計なことしちゃったな。ただようやく何でいくのが一番寒いんだよね。これは強チェリーだ。あの車を追うで。多分今日初めてだな、強チェリー。なるほど。ああ、これ上がったか。さすがに。500以上ハマっての、おお、どうしよう、500以上ハマってのボーナスなんで ART が確定すると。さあ、どこで顔面特殊が発生するか。さあ、そのようにこそ、おい、おめでとうございます。最終ゲームに来ました。だったらいいの？時を映さずに、あ、激アツだよ、激アツ出ました。え、すごい軽っ。え、当たる、当たっちゃうんですか、早っ。すごー、
又兵衛が来るのか。時を移さずに行うのか。で、チャンス目、あ、また仮面をつけてきてくれました。あ、いやーね、どうでしょう。はい、おお、早い、83ゲームです。チャンス目とか引いてたから、あー 60% 以上欲しいな。頑張れ、ね、頑張ります。はい、どうでしょうか。さあ、早めにチャンスが来た。一撃で、あ、あ、100%、なんかブルブルブルってしたね、 100%、 なんか引いてない。何もやってないよ、何もやってないよ。何したの。何すごすぎるんだけど、本当に。いや、自分が本当に一番びっくりしてる。なんかまさか 100% 来ると思わなかった。どうした？2人に何かしたんだっけ。自分改造した。こっち側の問題だと思って、マシン改造した。でもちょっといい女になったってことかな。多少お金をくれるっていうことじゃない。そういうこと。すごい。違います。いけます、いけます。すごい、嬉しい。これはめちゃめちゃ嬉しいよ。超すごいね。こんな大変、こんな展開ないよ、本当に。あ、いいのか、寝れた。すごい音、ね、すごい音。本当にすごい音。いい音。かっこいい。かっこいいよね、かっこいい。デューね。拍手してくれてる、ありがとう。すごい、ね、今日すごいよな。すごい、頑張ってるわ。さあ、2回目の決戦です。今度こそはサナダンスだね。サナダンス見たい。サナダンスよ、本当に。ここまでたどり、先にリプレイ。くっそー、任せて、大丈夫。ごめんね。いける。どこ、姉ちゃんがバチバチなのに。バチバチです、今日バチバチです。いつもは通常時ばっかり回してるのに。あ、チャンス目か、チャンス目。姉ちゃん、これ音の良すぎてくるから、姉ちゃん伸ばしといて。お願いします、うん、ありがとう。お願い、いい報告待ってるね、うん、てくるね。よし、これでも 50% 確実に 50% 取ってね。あ、いいよ、2回目どっちが取ってるでしょう。いけるでしょ。そうでしょ。いけるな、いけるな。3
して、もう4分の4。僕も混ぜてもらっていいですか。よし。勝たないと意味がねえんだよな。ここでチャンスね。さあ、ここでチャンスって引いたぜ。で、チャンス出た。チャンス出た。チャンスで2回引いてる。いやーこれは上行ってよ。チャンスで2回引いてるで俺。ダム！うわうわ乗せた。34歳。うわよししよう。めっちゃ暗い。いや、おい、何してんだよ。やばいから、ちょっとこれでちょっと研究してしまって。やめろよ。いや、だってさっき一歩飲んだんだ。早まらないで。なんで？いや、全然出ねえんだよ。全然出けんの？俺はまだまだだけど、姉ちゃんがバチバチ。バチバチ出ねえの？バチバチ。おお。朝一速攻 AT 入れて終わってからもすぐまた AT 入ってる。今2回目の AT すごいんだよ姉ちゃん今日。いい汗かいてんね。でもいい汗かいてんね。嫌だもうちょっと楽しくなっちゃってるから、ね、楽しくなっちゃったね。え、いい感じ。おっとやらせといて何だ。あ、やらせといて何だ。これのおかげ。あ、そうかもね。これか。あ、だっていつもと違うことといえばこれしかない。確かに。やべえや、これかな。音ありがとう。音このアイテムのおかげででしょ。花火離さず持っとけもそうだね。これ勝てるかもしれない。俺もあの2回目の ARC 入れて今や始まって始まってる。え、今いけるかも。2回使ってんだ俺今21。ごめん娘が。俺全然ダメ。私頑張るからこれがあるから。俺全然ダメ。大丈夫大丈夫、今日姉ちゃんいるから、うん、ごめんね。任せて。大丈夫大丈夫。じゃあまだ飲まなくていい。いい大丈夫、姉ちゃん頑張ってるから早まることないよ。二本目。いやでも不安じゃまだ。危ない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 。いいってまだ。ゆっくり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 。あんた出てる。おい何してんだ。決まってるな。が決まらないよ。危ない、あのカードも全部ついた。危ない、やってやっから怖い。いやマジやってやっからよ。コーヒー飲んだから毎回どうこう刺激すぎてたんだよ。いやいやいや、やってやっから。いやいや普通だって開いてないって。何言ってんだよ。怖い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 。カメラに向かって何がおかしいんだ。何がおかしいんだ。やってやっから安心しよって。安心しよって。いいいい、音ゆっくり、あのゆっくりゆっくりっていいから。そっか、逆に俺いないと飲み放題だもんな。やべえな、おとんも大丈夫かな。でもね、こう続けないとね、ここね油断してると、ほんと300枚とかだよ。そうだね、400枚とか、ね、終わる。あ、これまずい。あ、でも100%だからね、引けばいい。うん、引けばいいだけ。16分の1。あ、揃って揃って
まだまだまだ、うん、揃ってくれていいです。いやー、小十郎来てくれない。小十さん、あー小十郎さん、今何枚？あと3ゲーム、今300枚しかない。いやー少ない。あああああ来たよ。あれあれあれ、曲に落ちるじゃない。これは生きてるよね。これはな、あ、気持ちいい。キモラ気持ちいい、気持ちいい。セーフセーフセーフだね。セーフだ。あと2回勝てば赤7チャンス。おー、ザクマークル、ザクマいただきました。 あと1回勝てばいいのか。さあ、あと一戦はなんとしてでも行きたい。うー、ベルベルなの、大丈夫っすよ。ベルいけるね。あ、まあそのまま揃って、あー、うわー、なぜだなぜだなぜだ。こうやってあー、まずい、やばい。あーペロ、あと何ゲーム、あと3ゲーム。ブリーフブリーフブリーフ。これでいけたらずっとこれやんなきゃいけなくなるじゃん。ちょっと待って、待って、お願い。でもブリーフにもすがりたいよ、この。やばい、あと2ゲーム。あー、そう、やだやばい、やばい、ラストだ。まだ早い、まだ早い、まだ早いね、まだ早い、これは早すぎる。うわある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 、あるある。しかしさ、ダメか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 よ。これ悔しい。最後の意地ダメかよ。最後の意地が止まらなかった。ここや、ここしかない。引いたのに。ね、引いたのに。これはさっきと一緒に一緒で行きますね。わかった、こうで、わかった。わかった。ねえ、ごめん。いやー、惜しかった。伸ばしたかった。あ、行った？これ行った？え、行った？行ってる。逆だったね。あ、逆だった。惜しい。390万。これはきつい。でも、当たり早、まあ、そうだから、なんかいいよね、いい、良さそうだもん、良さげだよ、うん。さあ、強陣で今赤かったね。あ、何これ、何始まった、何これ、これボーナスか、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 ボーナスか。よし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 、何、よしよしよし、いい感じ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 。うわー、不思議だな。ただこれですよ、この赤ライコルゾーンって、まあ、基本3ゲームで、ベルイーでも 40% でもですので、行くで、行くで、俺は負けない。
いやー違う、リプレイじゃねえじゃん。リプレイじゃねえ、ベルに戦略ベルに、いやー青か、あ、マジか、全然諦めなかった。もう一発ぐらい入れたいところです。今日ちょっと決戦中の赤七を目指してあのサナダンス見たいなと思ってるんですけど、ね、すごいおすすめの動画があって、はい、YouTube で、あのペロリナチャンヘルっていうチャンネルがあるんですけど、YouTube で。うんで、そのサナダンスの踊ってみた動画をへー上げてるんですよ。そうなんだそうなんです、それがね、めっちゃ可愛くてマジで、はい、どこだろう、あ、URL これかな、これかな、今出てるじゃない、出てるかな、踊ってるやつ、あ、音が来た、音が来ちゃったどうした、ちょっと弱虫だと間に合わないって、うん、間に合わない、フレーク渡せないじゃん、俺は当たってないよ、いや、弱虫だと間に合わないから、あの北斗武装行きますだいぶ、こんなんでいける、任せ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 、大丈夫、大丈夫、俺1万6千投資で200枚流したからマイナス600枚ぐらい、おー、大丈夫、大丈夫、大丈夫、2人は赤目で遊んでて、あ、そんな感じでいいの、開いてた、一応、あ、一応あった、じゃあいける、いける、わかった、行ってっか、いや、ちょ、あ、汗かし、やれな、わぁ、じゃあ行ってくる、出る出る、勝てる、勝てます、すぐ行った、お、あれだよ、これは、なにこれ、なんかね、チャンスゾーン取ってる、あ、だからですね、ラストです、お、チャンス目、お、チャンス目来た、うまい、あ、え、え何これ、何これ、何これ、100% ってこと、100%、え、1000ポイントまた引いてるんだけど、祝福の前に引かれるっていう、え、なん、え、初めてやりました、290ゲームチャンスゾーンからでございます、やっぱプリーズパワーすごいな、うわ、これでまた入れるわ、これで入れたら最高じゃん、最高だよ、サナダが登場する、いったっていってやる、カバーするからね、ちょっと待ってね、ごめんね、まあ 60% いいでしょ、いいでしょ、いけるいける、さあ行きたい行きたい、劇場まで再臨、お、あー、ジャックジェリー、すごい初当たりねえ、これもこういうことな、あ、すごい、さっきね、サスケも出てたの、なにあ、きつくない、普通に情報を突破してほしいな、できるし、それは向上せよ、今なら今だよ、今だよ、今しかない、今しかないよ、サスケ来ましたけど、え、大丈夫だよ、サスケ出てきたよな、じゃあ熱いってことじゃん、霊界道術とは一体何なの、熱いよね、あ、熱い熱い、行けました行けました、1戦目突破、今日は1戦目はいけるのね、ナイスブリーフナイスブリーフ、本当にそうかも、そうだよそうだよ、本当にそうだよナイスブリーフという掛け声今から飛び交うのかな大丈夫、あ、また、大丈夫、まあね、シャッシャの次に流行
ちゃったよ。ナイスブリーフ。流行らせたくないやつ。あ、これキャッチリ。はい、はい。自力で、自力でいけ。さあ、真壁を超えた時点でもう熱い、激熱。さあ、いきます、お願い。あー、見せない。大丈夫、大丈夫。まだまだわかんないよ。わかんない、わかんない。せいぜいわしを楽しませてくれよ。やだよ、報酬のためにもよ。いや、負けらんないよ、頼むよ。見られるよ。せめてチャンス目。よし、どうだどうだ。敵替えのチャンスはあるよ。あー、これはまずい、これはまずい。いやマジで、いやだ。お願い、ボタン。あー、普通だ。あー、分かんない。これキャッチリーだったらある？ある？ある。なんじゃない？なんじゃない？あー、ごめん。いやー、惜しい。惜しい。あー、ダメだった。いや、今の悔しい。今の悔しいね。待機してて、待機してて、待機してて、ちょ、こっち見せたわ。次だろ、ここよ、ここよ。いや、いい、いい、いや、2つ待機で十分、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 十分。さあ、スタート地点立てるぞ、立てるぞ、立てるぞ、これで。さあ、タイマー2つ待機、まずはここで、今、北斗ゾーン、北斗ゾーン。さあ、よし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 、さあ、もう一回計測。混ざってね、え、珍しい、ここで圧だよな。タイマーで見えねえけど、あそこで圧なんてあんま出ないよ。さあ、チャンスで
て、そこはまあ継続して、もう一個、もう一個ある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 、もう一個、もう一個、もう一個、そしたらこれが何秒なのか。で、圧かけて落ちたら、クンが欲しい、クンが欲しい。あー出ない、出ない。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、一回テレビと一緒だな、一回テレビと。ただ本流はまあ、わかんなくて、まあ別に、あれちょっと、若干っていうか、だいぶ不安っすね、だいぶ不安っすね。いやないであれば欲しい。あれあれあれ、赤キリン、赤せめて赤い星出てこい、赤い星出てこい、赤い星出てこい。ああ。よっしゃい。いや、これ、これやってやった、これやってやった。よーし、よーし。その年225、225。よーし。な、な、よし、よし。おい、さあどうよ、どうよ、なんも、なんも出てこない。じゃ、じゃ、じゃ、じゃあそのまま止まれ、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 な、な、なろ、なる。よし、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 よし。今日初めて熱くなった。弱虫ペダルじゃねえよ。よし、よし、よし、よし。さあ、外押し225、全然いける、全然いける。俺の雨は舐めんなよ。よし、そこが1個あったかな。ちょっと待って待って、これはもう防ぎようのないところ。1回転目、え、ちょっと待って、ちょっと待って、いや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 、これ、これ防ぎようないじゃん。いや、これ、え、そんな、そんな奇跡いられんだよ。1回転目、いや、これへそです、へそ。いや、ちょっとデクとかいらねえから、デクとか、いや、ちょっと待って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 、ま、マジ、やばい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 。いや、ここは素直に、素直に、おとなしくして、おとなしくして、おとなしくやられて、おとなしくやられて、削んなくて、削んなくて、削んなくて、よしよしよし。え、ちょっと待って、強豪撃とかねえのよ。待って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 、おー、冗談、冗談よしこさん、冗談よしこさん。え、ちょっと、え、な、な、うわってやっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、これやばい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 、ちょっと待って、いや、しょうがないじゃん、しょうがないじゃん、へそ一回でも、一回でもだ、しょうがないじゃん。ちょっと待ってよ、待ってよ、50発取れなかった、やばいやばいやばい、本当に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 やばい、頼む、頼む、頼む、ちょ、本当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 にやばい、本当にやばい、ちょ、やめて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 、そんな奇跡いらねえからよ。ちょっと待って、待って、ま、ま、ま、マジ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 、時短に松坂様とか、ちょ、え、これ時短松坂様じゃん。え、ちょっと待って、え、ちょ、いや、嘘でしょ。いや、これ、うわわわわわわわ、通常だ。で、100になってるよ、限定出したけど。なんで、しょうがないじゃん、今のは。へそ壊したんじゃねえもん、俺。最初に書いてんだもん。いや、でもまあ、ここで引きゃいいんだろ。
いや、ちょっと、ま、いや、いや、ちょっと待って、いや、マジ引こう、いや、これはちょっと、いや、マジでムカついてる。トーソーは大好きですよ、それはもう唯一のポッテンスね、これ。いや、なんか俺の怠慢でへそ壊すのがあったら、もうそれはもう甘くして受け入れますけど、そうじゃねえじゃん、始まった時の1回っていうのはもう俺のせいじゃねえもん。
多分サスケだよね、これはね。あれ？いや、当たってほしいけど。ボタンは？あ、普通。あ、当たり。軽い。軽い。ありますこんなこと。私はないです。今まで。めっちゃ軽い。めっちゃ軽いな。ゼロ2人分くらいこれ初当てしてるよ。そうだよ、ね、俺初当て入れる。ここ本当に初当たり1回だよ。1回だよ。大丈夫。4倍って。すごい。何回当ててたろ。でもめっちゃ軽い。いやでもここを突破しないとね、本当に意味ないんだよね。あー、50パー来てしまった。50パー、大丈夫、いける。さあ、1戦目です。誰が来てくれるか、ね、ここを越えてね。まあでも最初にやっつけといた方がいいから。やっつけたら熱い。そのような体験でも重くて動けない。わしにとっては強そう。見た目見た目が怖い。それが甘いぜ。わー、楽しませてくれよ。わー、チャンスアップ。ない。黄色いちゃったな。黄色。おー、あるよし。あー、セーフ。よかった。セーフよ。よし、あとは。あといけるよね。マタペ倒しちゃったから。マタペ超えたもん。超えたよ。陣形を崩せないぞ。さあ、ここを超えたら決戦です。そうだよ、サスケを超えないとね、ひとまずね。楽しくなってきたぜ。あー、怖いけど、やけどしないうちに帰る。まあ、大丈夫かな。真田の神道具、相手になろう。ここはしょうがないでしょ。我が忍術、とくとご覧。あまだ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 。あ、ちょっと黄色よ。あるごめん。わかんない。そうだよ。また2戦目で敗退。あれ、メモリペンで寝かずに。当たるんじゃないですか。チャンスゾーンかな。あ、チャンスゾーンか。なんか引いてた。いやー、小突きで目でも行く気がする。めっちゃ薄い。確かめっちゃ薄いけど行くね。めっちゃ薄い。310。サスケ何もつけてない。あ、でも、あ、
ただ赤いいけるんだろう。そう僕に肉を出す逆走次の一番やったー。あーどうだろう。おー当たる。チャンスの手で当たったの珍しい。やっと当たりました。ということで19ゲームで43カウントぐらい、投資がね33本です。いける。ごめんね、まだ全然間に合います。 AD 入ればね、入れば間に合うよ。1000万以上出ればね。ダチョウを切り崩せ。ダチョウを切り崩せ。ダチョウ。ダダダの何て言うの。ガチョウかな。あ、ガチョウ。ダチョウじゃない。あ、いける。持ちま、とりあえず60%。マジ。一撃でいっちゃうね。一撃で、うん、行こう。ホームラン。よっ。やっと来るか。逆に緊張する。逆に緊張。いや、いける、70%。よし。どうしよう、ブリーフやっとく、ブリーフやっとく。いや、あ、ブリーフ、ブリーフやっとくか。やっとくんだ。やっとく。やっとくんだ。うん、これで汗拭いていい。汗拭くね。落ち着き。いった。いった。あー、あー、しみるしみる。しみるでしょ。しみる。しみる。しみてんのはこっちか。しみてんのはこっちですけど。ありがとう。はい、これで、うん、いけますか。うん。はい。ちょっとだけさ、メダルもらっていい。あ、オッケー、ごめんね。ごめん、その方がいいよね。出せ、出せ。うん、いい、こっちの。ごめん。あ、いい、33枚ぐらいでいい。気持ちです。ありがとう。はい。70%だけ。よし、ありがとう。いける？うん、いける。ありがとう。言ってね。ありがとう。はい。劇場まで最短で駆け抜け。7つあれば、またべが。7つあれば、またべが弱ってたんだよ。おお、最後。わあ。はい、来ました。来た。来た。はい。一番寒い。なんか怖い。なんか不安になる。報酬を納める者として、はい、この戦負けられません。はい、負けられない。そう、これ3セットじゃない。なんかそんな気はする。このセリフの時勝てそうな気がするけど。先生しろ先生。そうだ。あ、やばい。ここでなんかだだだだ。よし。オッケーオッケー。いいよいいよ。いいいい、大丈夫大丈夫。
ね、高設定資産。高設定資産。マジかー。悔しいね、これは。ホッタメさん、嘘、総投資22,500円、うんうんうん、ラッシュ、うん、嘘、入った入った、したら1回転目でへそで通常が当たっちゃって終わっちゃった。え、そんなことある？そんな不遇なことあるの？初めて。え、笑うしかないやつだね。笑うか、うん、腹切るか。あれ全部若いゲーム数ですけど。でもね、3来て4来て高設定示唆が出てる。多分マサムネは兄ちゃんに任せてベロは移動した方がいいかもしれない。分かった。今投資いくら？今33。まさに散々だな。散々だよ。お上手。散々な結果です。でもどうする、高設定資産出たよ。出たね。わかるよ、その気持ち。すごいわかる。私は打っちゃうけど、そういうのでも次の当たりが早いといいけどね。ちょっとわかんない。ペラがどうしたいかね。これはもし本当に高設定だったら、うん、そろそろ本来の設定の本来のまあまあ正体を出してくれると思うんだけどな。じゃあ打ちます。打ちますか、行きますか、うん、やっぱちょっと最後ね、開けたまま終わらせられねー。終われないよ、終われない。いやー、なんとか当ててんな。よし、ラッシュ確定、ラッシュ確定。さあ、持ち山に行ったぜ、持ち山で。3回目、俺人生3回目のエリアンホール。うわー、大いからなんだ、マジか。まさかまさかのエイリアンホールですね。いや、これでちょっと兄ちゃんの誕生日なんとか祝おう。これ何が出るんだろう。で、ここで継続、すーげー珍しいパターンだね。おさあ、でシャッター扉が赤で、こんなに安心してみたらないな。おお、これ絶対諦めてるやつじゃん。ねえ、お前の保留じゃなかった。絶対俺は金でも諦めるやつだよね。うわ、これマジかよ、ロゴも色変わんねえしよ、タイトルも色変わんねえし、いや、無理じゃん、これって。うわ、って、奥義も出ねえよってなってるよね、なってるよね。でも、星も出ない、そんなのある？絶対諦めてますよ、これ。で、黒だぜ、すごいね、これ。まさか、だよな、ここはとか、いや、でもそれでも無理だなってね、まあ、ゼロじゃない、ゼロじゃないとか言ってるよね、で星緑、ああ、これでゼロじゃない、ゼロじゃない、いや、でもこの中で多分無理だって思ってんの、で、ゼロじゃない、ゼロじゃない、ゼロじゃない、当たったよ、やってるこっすね。さあ、揃ったのは偶数ですが、エイリアンホリーなんで、これはラッシュ確定と。うわー、あー、星が出た。
最高。ちょっと姿勢が出て、ここはゴールで止まると。よし。あれ、へそ一個あんな。ねえ、本当に本当勘弁しよう。160回転目の出来事でございます。よし、さあ緊張の瞬、まあ大丈夫だね、大丈夫大丈夫、あぶねー。さあ2回目のラッシュです。まあさっきのラッシュだってラッシュじゃないようなね感じだったんで、最低1万発、1万発。ほら、くしゃった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 、ここから大丈夫ですよね。見せたら逃げないで。ここはサウザー、サウザー、我が帝王の剣にあるのは、我が帝王と天使のみ。凡人が俺に向かっている。ここで先生はない。ちょっとこれどこまで削れるか。これね、今一番最初にちょっとこれで強攻撃になったんですけど、ここは弱。おお。あるな。おお。危ねえ。これも一回でみたい。ねえ、やめてくれよ本当よ。なんなんだこれ。へそで1回紹介して右で2回転目ですね。で偶数なんで奇数揃いよりは割れやすい。よしよし、いいねいいね。ペロか当時3万3年生やな。だいぶ全部取り返しちゃう。そうなるとまあ最低1万だな。赤堀流、俺は天才だ。ここで決めよう。いよいよ誰誰誰、いや正直女子供に手出すの俺はちょっとポリシーに反するんですけど、ここは申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない。まだあれ受けますよ、一回受けますよ。ただちょっとこっからやらせてもらうよ、いくよ、やれ。強攻撃に、ごめんねごめんね、ここはしょうがないんだ、勝利のために申し訳ない、申し訳ない。やっぱり D は効いてるな。俺何回もやれば選んでって、まあ、マミヤとかに選ばれる割合が少ないからなんですけど、いやまあ、じゃあせめて4ラウンドってことで。よし、これで3連。おい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 、さあおお、来いよ、残り39だね。はよし、さあ4点敗、ここは当てときたい。ああ、いい、いやもうまあいい、相手にとっては不足なし。このラオウが持
先生はもうほぼない。ない。ないよな、ないよな。でもしょうがない、しょうがない、しょうがない。しょうがない。クラーノもしょうがない、しょうがない。ただ。まあ、ジャックだよな。で、ボタンが通常ボタンなんで、まあ難しい、難しい。であるならば、出演チャージで。ここだ、ラストチャンス。ダメ、よし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 、さあ1連敗。いやいやよよいいいいいい、全然全然全然赤赤赤赤、あー凡人か凡人か。いや全然違う全然違う、行かない行かない。いやいいいい、いやであれば削れ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 、マジ削れ削れ、半分削れ。おお全然削れてねえ、ちょっと待って待って、ジャックボタン通常連打。ジャックが全てじゃん、壊すべきだ。一斉チャージねえよねえよ。あー、コタウン、ダメ、引っ張れ引っ張れ引っ張れ。多分俺はね、多分こう大体取り戻したからですね。あ、サイズ、あ、ほら、当たりじゃないか、すごい。すごい、当たりました、チャンスモードで。よし、こっからまた戦いが始まります。今2種類してます。やだね、こっからなんよ。最後にエシーが入って、そう、で時間も迫ってるので、こそ2戦突破すれば。さあ何パーセントが一撃でいきます。 60%、 いけるいけるいける。はい、1戦目、オッケー。このエクサ、そのセリフ、あ、これ勝てるやつだ、勝てるやつだよ、これ。おー、いきました。やっぱ熱いね、一戦目はいける。オッケー。さっきから2戦目で敗退してるので、うわー、やだね、からです。頼むよ、 60% 超えてくれ。あ、ゴーグン、ゴーグンいった、ゴーグン
タベで決戦に行くのよ。重くて動けない。わしにとっては木の芽だ。あーかーい。それが向いて当てのワンちゃん。楽しませてくれ。ここで出ない。青ひらか。お願い、黄色いぞ。黄色。うわー、やってもうた。やってもうてる。マジか。あーごめん。もうだから本当ごめん。いや、なんかもう姉ちゃん当たってるのにさ、サンスルーまでして。あ、いいぞ。どうだ。だよ。3度目だ。3度目の正直だった。よかった。
本当に安心しました。もうこっから伸ばす、こっからだね、こっからもう1500万以上渡したい。どうしよう、速攻落ちたらいいよ、入ったことがもう、どうだね、頑張ってくれ。もうちょっとあるじゃん、なんか、エンディングだよ、なんか、そんな、そんなきつかった。明日から引きこもっていい？まあまあ、まあ、俺らも引きこもらざるを得ない。引きこもらざるを得ない。そうですね、あ、どうだったの？まあ、私は…ペロ打ち続けたんでしょ？うん、ペロ打ち続けたよ。なんでそんなへこんでんの？入ったんだよ、戻したろ、お前。乾燥したの？出なかったんだよ。何枚しかなかったの？
400万ちょっと当たり前じゃねえかお前、これツノッチじゃねえか。いやちょっと、関係ないでしょ、かわいいよね。ツノッチじゃねえか、出るわけねえじゃねえかお前。それはマサムネも へそ曲げるよな。確かに、だって私がマサムネに行きたいって言ったから。いやペロが、まあまあまあ、俺も行きたいと思ってたしさ。姉ちゃん悪くない、俺は何より姉ちゃんの誕生日なのにさ、自分が頑張れなかったのが悔しいよ。そうだな、俺も、いや姉ちゃん誕生日だと思って、俺もあの後エイリアンホーリー出したんですよ。え、すごい。何レギュラーモーリー、レギュラーモーリーってなんだっけ、この野郎。ぶっ飛ばすよ、この野郎。誰おい、一文字も合ってて。なんて言ったの。エイリアン保留だよ。あ、エイリアン保留なんて言ったの。レギュラーモーリー、新しい野球選手かと思ってエイリアン保留すごいじゃん。出らしていったんですけど、3連で終わっちゃいまして。なあ、個人的にはちょい前なんです。姉ちゃんは、私は、投資が139枚で回収277枚、140枚ぐらいプラス。じゃあここで、あ、姉ちゃんだけプラスなんだ。え、姉ちゃんプラスなんですよ。プラスだよ、私140枚ですけど。いや、連敗ストップだよ。いや、よかったよかったよかった、ね、よかった。薄いね、もっと勝てると思ったよ今日は。いやいやいや、ペロの分もカバーできると思ったんだけどね、申し訳ない。楽しそうではあったよ。でしょ、楽しそうだったよね。ちょっと、まあ、最初だけいい顔されて、トータルで1500から2000の間ぐらいの。あ、俺持ちメダル最終あ、そうだ、そうだ、あるよね。60枚、なんだからそれでもマイナスは分かるな。60枚次はちゃんと考えないといけないですね、うん。だって今日なんてさ、いっぱいお客さんいた中ですごい番号もやっぱしてない。それが良くなかったんじゃない。それが良くない。似合わないじゃん、似合わないじゃん。1000人以上いて、ね、12番似合わないじゃん。66番ふざけんなよ。おかしかったね。一番似合うの880ぐらいじゃん。確かに、確かにね、最後の方がうちらに合ってるかも。おかしかった。逆にだからそれマサも行っちゃうわけじゃん。行っちゃう、うん、それが犯人だよ、自分が悪いんじゃん。謝れよ、謝れよ、おやで、おやで、謝れよ。なんで、私一応プラスだよ、私だけ。自分のマイナスじゃん。私のせいで俺らがな。謝れよ。なんで、謝れ、謝れ。なんでよ、やだ、やだ。なかったじゃいいよ、それがプレゼントな、謝らなくていいって。ちょっと、謝らなくていいがプレゼント。ひどい。なんで親なの、ちょっと。ひどい。ジャンバリスタンプラリーが始まるみたいです。詳しくは概要欄をチェックしてください。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。